どんな小さな声がおはようございます。かくなべあつしです。きっと今日の建物探訪はきっとおしゃれなインテリアが調和の取れた最先端のお宅。ご主人は上村隆文さん。さてどんな空間が待っているんでしょうか。よお越しいただきました。じゃあ、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあこれスリッパちょっと。はい、はあ、2階になります。はい、はあ、こちら木の、これは本当の木ですか。これは そうですね一応本当の木を、はい、使ってまして、でまあなんかこう、まあ、目隠しに少しでもなるように、はい、建てました。確かにこの白いコンクリートで全て覆うんじゃなくて、途中から一部分だけここで木をね、手すりを作るという、はい、この発想は今までなかった。そのおしゃれですね。ありがとうございます。いやー、いいですね。はあ、やっぱこの白を基調とした家、そういったコンセプトなんですか。そうです、白といえば木ですね。はい、なるほど。あー、こちらも観葉植物。はい、結構大きく育ちましたね、これで。最初は本当にちっちゃかったんですけど、もう鉢から変えなきゃいけなくなっちゃった。あら、はい、まあ、こんだけ大きくなると大変でしょうね。いや、大変ですね。まあでもすごく大事に育てます。あ、ちょっとこれ邪魔ですね。いや、はい、じゃあまずはこちら、やっぱりこの目に飛び込んでくるこの、まあ、このアート、すごいおしゃれですね。はい、これはですね、海外のデザイナーさんが描かれたやつを描かれました。すごいいい色合いですね、このちょっと、はい、あ、90度、ちょうど私の角刈りにこのぴったりの90度ですね。90度、はい、うん、そうですね、ね、いやー、この、まあ、非常にこのね、とてもこの角がしっかりした、そういった印象を受けました。はい、そしてあ、こちらのトランネルですね。あ、そしてこのやっぱりこの部屋に飛び込んできた時に、あ、これが一番印象的だったな。ありがとうございます。ですけども、はい、やっぱり木のね、肌触りがこのぬくもりといいますか、はい、ご飯食べるときとても、ご飯美味しく感じるんじゃないでしょうか。もうオランダの職人さんが真剣にやすりをかけてくださって、何の特化にもないこの本当に滑らかなんですよ。このね、木の香りもとてもいい。ありがとうございます。こちらの変わった形のテーブルです。そうなんですよ。たまにここにあのコックさんを招きまして、ここで料理を振る舞っていただくっていう。はあ、まあ、その手前の、ね、方は手届きますけど、その方の方は結構届きづらい。ちょっと急発音がされてます。まあ、この木を縦にしたらこう、ね、ここに大きな輪ゴムをつければ、巨大パチンコにもなるんじゃないかなと、そういった印象を受けました。私、あ、ここに。そうそうそうですね。はい、いやこちらの家もね、この部屋も全部この白と、それからこのブラウンを基調とした、そうなんですよ、コントラストがとても鮮やかだと思います。はい、あら、こちらのいいですか。あ、もちろんです。はい、あ、はい、これでも出てくるインテリアがね、はい、おしゃれですよね。海外旅行が好きなので、もうすぐに買っちゃうんですよね、海外に。いやー、なるほどね。はあ、こちらどういったメッセージが込められてるんですか。こちらはですね、はい、あのスペインの、カルバトラ村というところに行きまして、はい、そちらでも、まあ、神様として扱われてるんですよ。はい、
まあ、スペインの神様ってなんでスペインの神様。いやちょっと私もね、あの村の方に、聞いたところ、あのまあ代々あの、はいはい、このなんかデザインの生き物、生き物なんか悪魔にもなりうるし神様にもなりうるという、だから本当にこの、見ようによっては勇者にも見えるじゃないですか。どうも、いや、すいませんね。やっぱりこのアートがね、素晴らしいですね。はい、そうなんですよ。このソファーが、私はとてもいいなと思ったんです。あ、この色使いがとてもお上手ですよね。ありがとうございます。これはもう、まあ、友人がうちに来た人から。まあ、もう大丈夫です。はい、もう色がすごいいいなっていう感じですね。いや、他に、お部屋があるんですか。あ、部屋はこちら側だけに。はいはいはい。あの、一応外、ベランダがあります。いいですね。じゃあちょっと、行ってみましょう。こちらは、ヤシの。そう、ヤシの。ね、はい。このインパクトが、すごい。迫力があって、僕はすごく好きなんです。観葉植物がとても好きなんですね。はい、まあ、癒されるんですよね。そういうところです。ちょっとじゃあ奥の、はい、奥の窓お邪魔しましょうね。はい、いやあ、さあ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 、はい、いいところですけど、あ、なるほど、このソファーで、ゆったりできるということですね。そうなんですよ。夏とかは、まあ、星を見ながら、はあ、妻とコーヒーを飲みながら、はい、なるほどね。ちょうど90度です。私は格外と一緒です。この植物はまた何ですか。これですか。これは細草と言います。適当なこと言わないで。今日はありがとうございました。ありがとうございます。いや、手入れがねあまり行き届いてないところも多々ありましたけど、いや本当に素晴らしいお家でした。はい、いかがでしたか。上村さんのお宅、今回お邪魔させていただきましたけども、まあ、この白をベースとしたお家の中でね、その中で、ブラウンをたまに織り交ぜたり、この白とブラウンのコントラストがとても見てて、おしゃれなお家、そしてインテリアと家を彩る観葉植物、とても計算し尽くされた、なおかつ住みやすい、お家になっていました。いやー、とても、私も感慨深いものがありましたね。いやー、次はどんなお家に行けるか楽しみです。え、なんか来た。え、うわ、ジェラードチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。